皆さんこんにちは。3月っていうのはなぜこうも忙しいのか。ええ、期末だからです。ということで、少し時間が空いてしまいましたが、今回も安価で面白いゲームを紹介していくぞ。今回紹介したいゲームはこちら。ビヨンド・トゥ・ソウルです。アドベンチャーゲームで、選択によりエンディングが変わる物語性のあるゲームです。このゲームはあのクアンティック・ドリームが開発しており、ヘビー・レイン、デトロイド・ビカム・ヒューマン、などが人気作品です。このビヨンド・トゥ・ソウルはヘビーレインの後の作品で、2013年プレイステーションさんで販売されました。スチームでは2020年6月にビヨンド・トゥ・ソウルズ、ヘビーレイン、デトロイド・ビカム・ヒューマンの3作品が販売されました。このように3作品セットになってお買い得なパックも販売しており、どの作品もやったことがない人にはお買い得なパックです。ヘビーレインなんかはまごうことなき神ゲームであり、やってない人はぜひやってみてください。あ、言い忘れました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。このビヨンド・トゥ・ソウルズは実際のハリウッド俳優の演技をモーションキャプチャーし、リアリティを追求した作品です。このゲームの主人公のモデルはエリオット・ペイジさん。2007年ジュノという作品でアカデミー主演女優賞ノミネート、ゴールデングローブ賞主演女優賞ミュージカルコメディ部門ノミネート、英国アカデミー賞主演女優賞ノミネート、このようなすごい女優さんがこのゲームのモデルとなっております。声も本人の声となっていますが、日本語音声はまた違う人。この作品のお値段は1990円となっております。2013年の作品ですが、2015年に FHD にリマスターされており、最新のゲームのグラフィックよりは劣るものの、そこまで気にならないと思います。評価も非常に高評となっています。一部操作性がやや独特でスムーズにいかないことがあるので、そこが不満の要因となっています。ストーリーが秀逸で本当におすすめする一本です。体験版もありますので、気になった方はまずは体験版をやってみてはいかがでしょうか。おすすめポイントをお伝えしたいのですが、ストーリーが肝なこの作品、極力ネタバレはしないようにします。まずボリュームですが、1周クリアするの20時間から15時間程度。なんとストーリーものですが、オンラインデュオ攻略できたりします。やったことないですけど。このゲームの特徴として、この主人公が子供の時から大人になるまで物語があり、時系列に沿って物語が進まないところがかなり面白くできています。時系列版でプレイすることもできるのですが、おすすめとしては時系列版じゃなくプレイしてみてください。クリアすればチャプターごとに選択して遊ぶこともできます。この時どうだったかなとか気になったところだけプレイできるようになっています。ちなみに新しいゲームを始めると、すべてのデータが削除されます。チャプターも選択できなくなりますので注意してください。不思議な力を持って生まれた。それは、普通の人が見えないものを見ることができる力。日本語音声は白石良子さん、幼少期の頃の音声は矢島明子さんが担当しています。主人公ジョディ・ホームズは、霊体と意思疎通ができる能力を持って生まれました。その力を使い CIA に入り事件を解決したりします。エンディングは7種類。選択とどれだけの人を助けたかによって分岐します。まずはこの場所から、物語を始めよう。と物語が始まるわけですが、いきなり警察みたいな人と話すシーン。そして主人公は丸坊主。事故にあったの？何があったんねん、となりますわね。この後少しずつピースが合わさってわかるようになっていきます。スワットに追われたりしています。波乱万丈な人生を送るジョディさんです。これだけではなく、ホームレスになったり霊体バトルなんかもしたりします。そして幼少期、特殊な力があるジョディは、小さい頃から研究所でその能力の研究の実験をしています。実験の一つとして、見えないところを見る力の実験、隣にいる人の選んだカードを投資してくれということ。ジョディの能力はジョディ自体の能力ではなく、ジョディと意思疎通ができる霊体の能力を使います。タブを押すと霊体にアクセスができます。この霊体のことをエイデンと呼んでいます。このエイデンは壁をすり抜けたり、ポルターガイストを引き起こすことができます。壁をすり抜けて相手の選んだカードを見ることができます。星マークを選んでいるのがわかりますね。このエイデンをデュオで操作して協力プレイすることができます。まあやったことないですけど、こうやってエイデンを操作し情報を盗んだりできるわけですね。次のことを試そう。次はポルターガイスト現象を引き起こします。置いてあるんだ。それを倒してみせてくれる。
このように物を動かしたり壊したりできます。エイデンは他の人からは見えていません。確かにこんな力があれば CIA とかに入れそうだわね。この力をどのように使うかというと、隠された書類などを見ることができるので情報を一方的に得られるということ。情報は力、誰が関わってたり誰が首謀者だったりが分かればすぐに対処できますからね。テロ対策なんかお役に立ちそうである。トイレに入って作戦開始である。おーおー、父っつけ大丈夫だ、まだ慌てられる時間ではない。ゆっくり行こうぜ、ゆっくり。エイデン、準備はいい？上の階の部屋に大きな絵がかかってる。金庫はその裏。私たちが探してる資料はその中。でもガードもいるしカメラもあるから気をつけて。ダメの。ということでエイデン動かすのですが、エイデンは見えなくても机を隠すことはできません。このように机の引き出しを開けるとさすがにバレてしまいます。この辺は頭を使うパズル要素的になっていて、バレずに情報を盗み出すことが大事です。くそ、カメラがある。ガードが来る。何も動かさないように気をつけて。なので先にこのカメラをどうにかしないといけません。ポルターガイストの能力を使い電源を消したり、周囲をそらしたりしてうまくやりましょう。この行動により人が死んだり死ななかったり、エンディングが変わったりします。よく考えて行いましょう。これでオフィスは誰にも見られてないはず。じっとして。お目当てのファイルを見つけ、この情報を紙に記録しておきます。特殊能力を使うものとしてのお決まりみたいなもんですが、力を使いすぎると体に負担がかかるんでしょうね。鼻血が出ちゃってます。チャプターが終わると他プレイヤーの選択はどうだったのかが見れます。自分はどうだったのか、多数派だったか少数派だったのか。エイデンを使い困難を乗り越えていくんですが、このエイデンは何なのか、なぜジュディにしか見えないのか、そしてこの能力を研究された先に何があるのか、特殊な力を持った主人公ジュディの人生を操作していくこの作品、その結末は壮大なものとなっております。この能力のおかげで良かったこと、この能力のせいでこうなってしまったこと。能力がある人間には悪意ある人間も寄ってきてしまいますもんね。一人の女性と一人の霊体の物語。気になった方はぜひ遊んでみてください。どこかの誰かさんに似ている理由で壮大なことをしでかします。誰と似ているかはやってみて確認してみてください。知ってる人にはああなるほどなってなりますから。この先は購入してやってみよう、ハマること間違いなしですぞ。それでは今回はこの辺で終わりたいと思います。次の作品でまたお会いしましょう。それにこんなドレスじゃ